江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら、渓谷のね、渓谷と日本の日韓戦、こちら野球の話題ですね。渓谷また負けて、ふてくされ。はい、それではね、記事の方、見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。渓谷が惜しくも日本に敗れた。予選に続き決勝でも接戦を繰り広げたが結果が残念だ。準優勝あとちょっとが足りなかった。それでも若い選手たちが自信を得て帰れる大会になった。渓谷は19日東京の東京ドームで行われた APBC2023 決勝戦で延長勝負の接戦の末 3-4 さよなら逆転負けを喫した。 2-2 で10回表に1点を出したが10回裏に再び逆転を許した。惜しい準優勝だ。予選でオーストラリアを 3-2 で下し、日本に 1-2 で敗れた。台湾を 6-1 で下し、2勝1敗で決勝に来た。相手は予選3戦全勝の日本だ。2017年の初代大会の時も日本と決勝であった。当時予選で日本に敗れ、決勝でも負けた。確かに日本は強かった。今回も同じだ。予選と決勝で負けた。しかし、内容は以前とは違う。確かに対等な勝負を繰り広げた。予選でも決勝でも勝つことができた。少し足りなかっただけだ。それだけ選手たちの勢いが良かった。渓谷は世代交代中だ。2022杭州アジア大会に続き今回の APBC まで若い選手で代表チームを構成した。アジア大会で金メダルを獲得し APBC でもいい競技力を披露した。勝ったらもっといいところだった。プロとプロが戦った試合で渓谷の日本戦最後の勝利は8年前だ。2015年11月19日世界野球ソフトボール連盟 WBSC プレミア12準決勝でイデホの逆転決勝打で 4-3 で勝った。ちょうど8年が経ったこの日気持ちよく洗うところだった。打線ではノシファンが先制2打点2塁打を放つなど1安打2打点を記録した。大会中、ずっと安打がなかったチェ・ジフンも2安打試合を行った。キンハソンの1安打1、4、9、1得点も出ており、ムン・ヒョンビンも1安打を記録した。日本先発の今井は、4イニング5被安打2、4、9、4奪三振2失点、自責点1と振るわなかった。強し速球は目立ったが、制球があまり良くなかった。2番手の根本が、3イニング1被安打4奪三振無失点の武志力投を披露した。打線では、万波が3安打を放った。牧は、ソロを放ち、1安打1打点を挙げた。佐藤輝明の1安打1打点も出た。門脇に犠牲バントを与えて、1塁3塁となり、佐藤に中堅的犠牲フライを許して、2-2 の同点になった。10回表、再びリードを掴んだ。6対1、2塁で始まった勝負。キムトヨンが併殺打を放ち、1塁3塁になった。しかし、ユン・ヒガシキ、ユン・ドンヒが中前的自打を放ち、3-2 に終わった。カウント1-2の不利な状況で、フォークボールを打ち返して、的自打を放った。しかし、10回裏に点数をつけられてしまった。古賀に犠牲バントを与え、1-3塁となった。坂倉に中堅的犠牲フライを打たれ、3-3の同点となった。しかし、門脇にサヨナラ打を打たれ、そのまま負けてしまった。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応行ってみたいと思います。はい、それではですね、1人目、こちら。同じこと言うが基本技さえ足りない。17-7キムドヨン、どうしてバントの姿勢をしないのか。12-1ずっと一日中勝負してバントをしないね。12-4おう、それでもよくやった。でも監督のミス、上手だったらだから褒めてあげて。9-4一生、精神勝利しててください。かっこ、笑い日本全部ダメ。6-6なんでダメって。これくらいなら決勝戦らしく試合したんだ。試合のレベルが非常に高かった。6-6本当に大日本帝国野球は超えられない壁だった。5-12日本は2軍選抜ですよね。コウオサムの選択もできないのか。5-3
コウオサムが有利だけど、警告は毎日先行だった。4-0。ストライクゾーンがデタラメ。3-0。何なんかケチつけたいんだ。もうな。負けたから何かにね、ケチつけたいんですよ。はい、じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、ね、何かを理由にしたいんだよ。うん。負けてふてくされるくらいなら、日本に来るなよ。2点先制してぬか喜びしちゃったよねー、笑。いやいや、予選で負けた時点で、お前らは優勝になる資格はないんだよ。宿舎じゃ軟禁までされたのに負けちゃったんでちゅか、わらわら。惜しいとこまで演出してもらったんだったら、警告うなだれて立ち上がれないよな、わら。神戸区ほいたら、ボロ負けだったかもよ、わらわら。ほら、8年前の記憶を早く思い出して、かっこ、笑い。世代交代中、常に世代交代は起こるんだから、谷にはまらないように、選手を育てていくべきなんじゃないのか？帰れる大会になってよかったが、泳いで帰れじゃないみたいだよ、わら。アジア大会の勘違いで、自信持てるってちょろいなお前ら、わらわら。アマに勝って喜んでたからね、わらわら、悔しいのから。今井は、制球が悪いのが持ち味だから、わら、でも本調子なら無双なんだよ。確かにいい選手はいる。それは認めよう。でも、肝心な心が伴ってないんだよ、お前らは。マキも若手です。お前ら基礎練りとか、反復練習とか嫌いだろ、わら。次の大会は、バント頑張るらしいよ、わら。本当にひどい言い訳しててわろた、わら。ストライクゾーンがデタラメならお互い様だろ、わらわら。そうだね。二軍選抜ではないが、本気でもないっつうか、若手の大会だから。ストライクゾーンは、お前らの KBO のひどさは、世界中に有名なんだけどね。ストライクゾーンは、国際基準だろ、警告基準でやってるから、国際試合で、まともに試合できないんだよ。マキ、あれでも24歳。ストライクゾーンの見極めは、プロならしなきゃいけないことでは、わらわら。はい、というね、意見でした。それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。